一番涼しいパンツが履きたいワークマン夏パンツ決定戦2023年度版新商品も含めた3商品を徹底比較してみました。はい、前回ですねご好評いただいた夏パンツ決定戦の動画、アイスアシスト、遮熱ダブルメッシュカーゴですね、一番涼しいということでご紹介させていただきました。今回はですねこちらの商品と、新しくムーブアクティブアイスストレッチパンツそれとシャリテック強粘紙イージーパンツこちらを徹底比較したいと思います。はい、まずはですね前回の王者、アイスアシスト遮熱ダブルメッシュカーゴパンツ、こちらの機能性おさらいしていきましょう。シルエットはですね、こういった感じです。 3D のフライミングカットで非常に足元が動きやすい作りになっています。裾の方はですねブーツカット気味になってます。まあ現場の人ブーツ履きますからね。ちょっと機能性ですね、足のですねちょっと内側の方に大きなダブルメッシュがついておりましてここは大変涼しいです。実はこれでですね着用7年目に突入するんですけどもう全然丈夫でまだまだ履けます。腰回りのですねメッシュの部分も熱を逃がすんで非常に快適です。あと生地自体が遮熱機能を備えているのでこれも嬉しいですね。次の商品はムーブアクティブアイスストレッチパンツです。どちらかというとスポーツですねランニングとかをする人向けのパンツとして作られているものになります。ワークマンのですねスポーツ系素材のものは接触冷感の生地を使ったものが非常に多いですね。こちらは接触冷感、ストレッチ、通気性と3拍子揃ったパンツです。シルエットです。結構ねテーパードシルエットなので非常に綺麗ですね。で私はちょっと M サイズ、ちょっとジャストめに履いてるんですけど、丈の長さはちょうど良かったです。ストレッチが効いているのでスポーツやランニングに最適ですね。こちらの商品はねカラーバリエーションが大変豊富でおすすめはメッシュ部分が黒なんでですねやっぱりこのメッシュ部分があまり目立たないワントーンで揃えられるブラックがおすすめです。ワークマンのですねストレッチ素材は履いていくと結構伸びてくるのでジャストサイズで買うことをおすすめします。こちらはねスポーツ系向けのパンツになるのでベルトループがありません。紐で縛るタイプになります。実はですね両方のポケットもメッシュになっているので腰回りの通気性は後ろのメッシュ部分も含めて非常に快適でバッチリですね。ワークマンはですね、こちらの、他にもリペアテックといった軽量の薄い素材があるんですけど、まあ、下着が透けたりですねちょっと生地シワが寄って安っぽすぎるのでスポーツ系ではこちらがおすすめですね。シャリテック強粘紙イージーパンツを紹介します。今回注目なのはその生地です。強粘紙ポリエステルっていうのは非常に吸湿性、速乾性に優れている特徴があります。あとさらりとした肌触りが気持ちいいですね。こうやって透かしてみるとですね生地に少し透け感があるんで通気性も非常にいいです。シルエットです。ちょっとワイドめでですねテーパードなシルエットこれも今っぽくていいですね。こちらもジャストサイズで履いてます。こちらも腰回りベルトループがありません。紐で縛るタイプになります。もですね、メッシュ構造になっているので腰回り非常に通気性がいい作りになっています。配色も、ね、非常に豊富でワークマンらしくですねちょっとこういったマスタードカラーみたいな
ちょっと遊び心のあるスラックスの色があるのもいいですね。ちなみに風で打たれてみました。やっぱりこの足の内側の周りが非常にね、ここから風が広がっていく感じで涼しいですね。こちらの通気性でいうと、やっぱりメッシュの部分しかですね、風の形はあんまりしません。ただし、ちょっと接触冷感があるので、ちょっとひんやりした感じはしますね。こちらもなかなか足周りから呼気が入ってきて、非常に涼しいですね。はい、通気性のテストなんですけども、実際ね、風に当たって比較した結果なんですが、やっぱりね、遮熱ダブルメッシュカーフ涼しかったです。続いてシャリテック、こちらやっぱり新素材なんです。非常に検討してますね。続いてムーブアクティブアイスなんですね。で、まあ、こちらはちょっとね、実際運動してみないと快適性ちょっとわからないので、こちらはしばらく履いてみて検証をかけたいと思います。はい、こちらのね、徹底比較動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。